はい、ありがとうございます。先ほどまでは伊藤さんの外務省時代のお話をお伺いしたんですけど、次が本題というところで今何されてるのかっていうところをちょっとお聞きしたいんですけど、はい、今何されてらっしゃるんですか？今メインは山形の米沢市というところのまちづくりというか携わらせてもらってるのが一番大きいです。市の参与という肩書きを一応いただいて、はい、人が集まる拠点づくりみたいなものを少しやってくれというふうに市からも言われましたし、うん、あえて参与って非常勤なんですね。公務員じゃないので、逆に市民で思いのある人たちのプロジェクトをもっと盛り上げるみたいな、そういう形で市長さんからも言っていただいて、まあ、面白いのは参与ってポストって結構アドバイザー的なので、週にちょっと行って喋ってみたいな感じの人も、はい、そんな感じの人もいるんですけど、今回ありがたいことに市役所の中に席もいただいて、はい、すごいですね、はい、ちなみに市長とか市役所みたいなところには参与っていう肩書きの人っていらっしゃるんですか？多分どこも作ろうと思えば作れると思います。あ、そうなんですね、中央省庁にも内閣官房参与とかそういう方はいらっしゃいますし、市町村もその市町村で置こうと思えば参与ってポストは置けるはずです。なるほど。じゃあもう普段は米沢にいらっしゃると？住んでます。はい。ちょっと米沢のいいところ聞いてもいいですか？湯が有名で年間湯がそこであるので、なんとなく米沢って聞いたことあるわって人が多いっていうのはすごい強みだと思いますし、米沢って結構コンテンツはもともと結構あるんですよ。はい、あ、そうなんですね。米沢牛って有名ですけど、お米とか美味しいもたくさんありますし、温泉も8と場所があったりとかして、米織っていう織物もありますし、あと文化的にも上杉鷹山さんっていうのは結構いろんな人の課題に尽くされたっていう方もいらっしゃるんですけど、結構文化的なところもあって、来ていただいたら結構いろんなコンテンツがあると。なるほどですね。ただそれが押し切れてないってことなんですね、みんなに。そうかもしれないですね。でっていうのはいろんな地方都市、まあ、日本だけじゃなくて多分台湾とかああいうところも地方いいものたくさんだけど出していけないっていうところはやっぱりあって、また面白いなと思ってるのはコンテンツたくさんあるんだけど、コンテンツに対して観光客が何を期待してきて何を見てどうやってお金を落として帰る時にもうちょっとここが欲しかったっていうデータがないっていう。確かにそのデータなかなか取れないですからね。それをやろうっていう組織が今米沢にも現れて。そうなんですね。はい。米沢だけじゃなくてできれば福島とか道路がつながっているところも広げてデータを取って、はい、まあ事業者は稼げる、来る人たちもそのニーズをもっといい思いをして帰ってもらうっていうような、はい、そこをやろうとして組織も立ち上がってる。それ民間企業ですか？民間企業です。全体の箱は市も入って観光協会っていうところも入って商工会社入って民間企業も入ってるんですけど、全体の組はあらゆるステークホルダーが入ってる。で実際に動こうとしてるのはその一つの民間会社。あ、そうなんですね、はい、最近立ち上がって。めちゃくちゃ面白いですねそれ。あ、でもそうなると米沢ってすごい積極的ですね。そうですね、もっと発信したいですね。思えばやっぱ国際関係っていうのをつなげると、米沢もそうですし他のよくするんでとか沖縄とか福岡でいろいろあるんですけど、はい、コミュニティベースで人が来てそこで居心地の良さを感じて楽しんでもらって、で外から来た人に対しては場所は寛容だし、で外から来た人は地元の DNA を大切にするようなところが結構面白いこう団地再生とかスタートアップハブとかいろいろできてるんで、はい、そういうところを世界中に増やしていく。人に優しいところって僕よく言ってるんですけど、うん、人に優しいところって最終的には環境に優しい傾向もあるので、うん、うん、本当にそういうコミュニティベースで面白いことやってる人に優しいところがあるを世界中に作っていくことが本当にサステナブルな世界につながるのかなっていう、それをまあやるっていうところでいろいろと言ったし、米沢でもそういう面白いことやりたいで世界に発信したいとか。いや、いいっすよね。確かに米沢で今持ってる技術とかって世界に通用するなんていっぱいありますもんね。そう、結構ものづくりもね、あんまイメージないかもしれないですけど結構あるんですよね、はい、今回このシャツを作ってくださいって言った人も、はい、ものづくり振興協議会かなと、はい、いうところのいろいろ活動されたおじさんなんですけど、まあ彼なんかいいものを外に持っていきたいと思ってますし、そこもできるだけお手伝いしたいなというか。なるほど、ありがとうございます。だからこれがね、金田もね、これめちゃくちゃすごいですからこの石。役所の人に何かないですかって言ったら、まあ、ぬいぐるみくれたのと伯爵邸っていう老舗のまあ料亭があって、そこにあったもので。料亭なんですか？料亭、伯爵邸さんに行くとこれ置いてあるみたいです。だからそこの専務さんかな、こんなのあって持ってきませんって言って持ってきてくれて、じゃあ今ここに置いてあるわけ。そうそう、ここに置いてある。これ天地人って書いてますもん。これあれですね、大河ドラマのタイトルになったこれ名古屋兼次っていう米沢の城下町を作られるのここで入力された武将ですけども、彼を兼田っていう兼次の兼、犬にこうキャラクターしまった。可愛いな。ちょっとスタンプもありますので、ラミスタンプぜひ。URL あるかな。ちょっと後で送っておきます。はい、お願いします。概要欄に貼っておきますね。なるほど、ありがとうございます。ちょっと最後にっていうところで3つ聞きたいなと思ってまして、外務省の経験も含めてなんですけど、途上国とか先進国も含めて行かれたじゃないですか。日本っていうのをどう見えてますかっていうところをちょっとまず聞いてみたいんですけど、どう見えてますか？日本自体はやっぱいいとこだなと思います。というのも本当に夜フラフラ歩いてても、酔っ払いの人が寝てても死にはしないし、そうですね。相対貧困の問題とかありますけれども、本当の意味で最後食料がなくなってもたれ死ぬみたいなところはないですし、まあ食事はやっぱりどこに行ってもそれなりに美味しいものがありますし、そういう意味ではすごいいいなと思いますし、僕はローカルに行ったのも特にローカルのいいものって今もともと欧米の方とかってすごい日本の田舎に行けてるなって思ってる方々が多くて、しかも今 SDGs のローカライゼーションって地方での持続可能性みたいなところ関心の高まりもあって、サステナブルツアーみたいなのも含めて日本の地方に面白いものがある。これってのは他の国で地方でそんなにここまで面白いことが多いかっていうと、割と進んでる方だと思いますね。あ、そうなんですね。なので僕の野望は米沢もそうですけど、いろんなところでやって、まあ台湾とかハワイとかってコミュニティベースにこうつながりたいなと思ってるんですけど、そういったところのローカライゼーションの大給料をたくさん持って、ポスト2030、つまり SDG2030 終わっちゃうんで、その2030年後どうしますっていう議論を多分国連で2025とか26するはずなんですよ。その時に日本のいいもの、まあ日本だけじゃなくて他の国のコミュニティベース、街のいいものみたいなもので、これサステナビリティにつながりますよってとこをそこで流せるような、これが僕はローカルでやりたいところの世界のエコシステム。なるほどですね。そうやって見てる人いないんじゃないかな、あんまり。本当にいい流れで本当にいろんなことを意識高くやってる人たちが多くので、すごいいい傾向だなと思いますし、おそらく2030までで多分あれ全部達成しないと思うんですよね。まあそうですよね。どうする次って時に、じゃあもうこういうモデルもあるよって、あっちのモデルもいいね、こっちのモデルもいいねって言い合えるような議論は多分2025、6年から始まるはずなので。確かにそうですね。その時に日本のいいものっていうものをちゃんと世界に発信できるようなフレームワークはちゃんと作っておきましょう。なるほど、面白い。できると思いますね。ありがとうございます。じゃあもう一点違った視点から見たいんですけど、伊藤さんにとって国際協力って何だと思います？国際関係全般っていう感じで言うと、人と人のつながりだと思うんですね。ある程度いろんな国に行っていると、国というよりはもうその人と人でどう関係作るかになって、大学の時にまさに国際関係を僕が勉強し始めた時に、とあるシンポジウムでセミナーに行ったんですね。日本中行けてる大学生が来るわけですよ。東大とか早稲田とかすげえ難しい話ですね。まあ今でこそまあなんとなく土地勘ありますけど、その時はすげえなこいつらって思ってで、ただ一番その時印象に残ってるのは、あんまり国際関係知らないとある方が教育関係の専門の方でしたけど、私は外交と国際関係は人と人のつながりだと思ってるんでって話を結構一生懸命されて、でそこにいた人結構しらっとした雰囲気もちょっと流れたんですけど、それは彼女が一番正しいと思ってて、外交官と仕事してても最後は人と人のつながりで関係性つながりますし、まさに国際関係、国際協力っていうのは人と人のつながり、間違いない人と人のつながり。いやすげえわ。でもそのシンポジウムあったんですね。多分今でもあると思うんですけど、だから全国のちゃんと国際関係考えてサークルとかで勉強してる方々がディスカッションするっていうシンポジウムだったんですよ。へえ、どこでやってるんですか？東京？多分東京だと思います。あ、そうなんですね。へえ、面白いですね。ありがとうございます。じゃあ最後になんですけど、伊藤さんみたいな外務省で働かれてて、ローカルのところで町おこしとかすごい最先端でされてると思うんですけど、今後国際協力に関わりたいっていう人であったりだとか、そういった方にアドバイスするとしたら何ですかね？何でもやるってことじゃないですか。やっぱり今人と人のつながりって言いましたけど、人間としての幅広さだと思うんですね。なので専門性っていうのも多分必要なんですけど、最初のファーストステップはやっぱりいろんな人と会っていろんなことを楽しんで見てくる、でなんとなくちょっと知ってるみたいなところがやっぱとこかりで、その先に本当にもうちょっと勉強したいなと思うことがあれば、その都度勉強すれば深まりは多少つくので、特に学生の方とか僕もよく話とかさせてもらうんですけど、まあ本当より好みせずにいろいろやってみて話をする、で人と人のつながりを作るっていうのかなと。でまあ今メタバースとかアバターみたいな世界もあるんで、ひょっとするとまあ人と人が直接いなくてもつながるかもしれないっていうところもあって、すごい注目してるんですけど、今のところは時間のところがやっぱり国際協力、国際関係ってやっぱ重要だと思うんで。その時の幅の広がりというのが必要かなと思います。はい、なるほど、ありがとうございます。やっぱり対面で会うのとオンラインで会うのは印象違いますもんね。そうですね、でオンラインもいいなと思うんですけど、でまたメタバースのちょっとキャラを変えてアバターがあったと思う、それもなんか今の形だなとは思うんですけど、最終的にアバターになろうがやり取りはやっぱするんだろうと思うんで。そうですよね、はい、確かにその時にいろんな人と楽しくできるでも今絶賛伊藤さんも米沢でみんなと対面でお会いし中ですもんね、はい、人と人との構築をめちゃくちゃしてるってことですよね。いやもうもちろんです。ありがとうございます。じゃあちょっと今日はすごい深いお話させてもらったんですけど、国際協力で外務省を行ってて、で今町おこしの最先端でいろいろ盛り上げようとされてらっしゃる伊藤さんにお越しいただきました。この動画面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ本日はありがとうございました。